サピオン。はい、おはようございます。おはようございます。すごいこと、まだ見せたらダメですよ。はい。すごいことになってますね。なってますね。だいぶマニアックトークですね。ね。さっきからね、二人、となるとずっと話してるんですよ。キリがないさっき。そう、そう、さらに、僕ね、全然何言ってるかわかんないんですよ。まあ、僕はわかりそう。だってわかるよ。わかりそう。だから僕は今日ちょっと黒子で横にはいるんですけど、はい、ちょっとこのすごいやつは、マニアトーク全開の、はい、ということで、ラジコンの話をしよう。急遽 F1 スペシャルということで。あ、そうですね。いいですか、はい、あらあら。サラダパンの人が。こんなサラダパンの。やばくないですか、スタピオコール。やばいですね。やばいですね。何から何までじゃないですか。そんなわけで今日は F1 スペシャルということで、はい、お二人に存分、このラジコンの F1 の世界。はい。トークしていただきますので。まあ、スタジオも好きだから、ね。スタジオも。はい。で、いいんですか、はい、F1 いいディープな話になっちゃって。いいんですよ。どうぞ。だいぶ読者の、視聴者の方、置いてきぼりになりそうですけど、はい、大丈夫。僕も置いてきぼりなんで。じゃあ、皆さん、青木さん、はい、どれから行きましょうか。俺はどちらかというと、うちが製品を出してるから、その製品かな、どちらが、宣伝かな。なるほど。IF11 っていう。はい、出してる、はい、11-2 という形でこの間出してるんだけど、はいはい、うん、11との違いはスポンジタイヤ仕様に主になってちょっと幅が広くなったんですよね。でそれに伴って、まあ、ボディのセットを今度出すということで、うん、まあ、これオリジナルカラーで塗ったものをそれの宣伝で持ってきたんですけどね。これは出るんですね。ボディが出ます。おー、これは SMJ ブランドだ。 SMJ かな、確かに。はいはいはい、出たします。これをお仕事しますね。ボックが珍しい。前方はナローだったんでね。ナローだったそう。で今回はワイド F1 仕様ってことですね。でこれ最初出した頃って日本ゴムタイヤの流行りだったから、はいはいはい、今何 ETS でスポンジでやってんの？確かスポンジだと思う。そうなの。うん、でそんなのもあってスポンジタイヤ仕様をやりましょうということでそれを出していきたい。これ基本的にはフロントのサスアームが、ね、ワイドになったってことなんですよね。なんて言っても IF の11はこれですよね、うんうん、このモノコック、ね、コックが、うん、うん、これ連結してるんですかね。これ割れてるんです、上と下で。あ、そう、ここの中でね、割れてる、これ横で。ああ、なるほどね。あ、もう上下でモナコなんてるの。そうそう、なってるんですよね。じゃあ完全にモノコックフレームになってるんですね、うんうん、へえ、そうか。でまあこの若干ハイノーズ気味になってるというね、ここが、うん、エアロ形状にもなってるしね。なってるところは、そういった意味ではどちらかというとちょっと新しいところにもあるんだけど、ただやっぱこれで設計がうちの人間もともとやっぱ90年代の F1 の好きだから、はい、これから好きになってるっていう。僕も実は鈴鹿サーキットでばったり会ったことがあって、のふらふら見に行ったらたまたま金曜日でしょ。そう、うん、あの2は金曜日に行くんですよ。F1 上とか見たらもう分かりますよね。そう、好きなところが、うん、ちょうど今それが鈴鹿のサービスエリアに展示がしてあるらしいんです。カウル外して、要するにこんな感じで飾ってるらしいので、こんな感じだった。まあ今日終わったら見に行こうかなという話にはなってるんですけど、それで行こうかという話です。そう、この辺も、まあでもやっぱあの80年代 F1 知ってる人だとこの格好に、おおと思っちゃう。続々来られる。なるほど。これ海外でも売れてます。まあまあ売れてますね、この辺は。やっぱもうラジオやってる人が年配の人が多いから、懐かしさの部分で。そうだよね。だからこれはぶっちゃけ、走行性能だけ言ったらカーボンプレートの方が軽そうなんだけど。うん、あるけど、ただ今、ゴムタイヤの時は意外とフロント、ピッチを硬くするっていう意味では、意外と、ただ重量が重かったりしたのもあって、うん、やっぱそういうところでは、ただ、ね、かっこよさで見ると、だから走ってなく持ってる人は結構いるんじゃないかな、うん、やる。そう、確かにね。ラジコンも走らせる人ばかりじゃないから、ね、ないから、うん、意外に飾ってもかっこいいっていうのが、まあ、カウルとってこれがいたらちょっとテンション上がりますね、うん、そうです、かなり上がるね、うん、でそれの、まあ、うちの展示撮影用ってことで、このマグラル2の風です。だからシールがマルボルじゃなくて IF11 だったりパワードバイホンダのところがインフィニティになったりという形で、うん、これは SMJ からもう出たの、これから出るの、出るのかな、これから出るんですね、うん。まあちょっとこれのシャーシーに合わせてこの辺の形状がアレンジしてある感じで、人気のボディです。そうですね、まあ、タミヤも 4-6 は出してたから、ね、でもタミヤって実は 4-5B のボディは出してたんでね。そうです。ああ、あったね、はいはい、M タイプっていう言い方で。ああ、そうですね。
真っ白けで出たの再販されたんだっけ。いや、あの最初ね、そのあ、M タイプあったボディパーツです。そう、ボディパーツ。キットが、キットが、キットが出てなくて、これ6なんだけど、その前に 4-5B のこれのここが高くなって、そう、出したのがボディパーツで、確かに袋入りと箱とあって、詳しすぎ、高くなる、ついていけます。いやいや、全然全く変えてるのよ、その時では。でもその時って、あの、このマルボロっていう風には発売できないから、あのアルファベットで A、B、C、D って言って自分で切っていくのも入ってた、入ってた、なんだこれと思いましたけどね。本件よけすげえな。まあなので、こちらはね、マルボロ風でインフィニティって書いてあるんですけど、まあやっぱりみんなオタクの方はね、みんな作っちゃうので、これはあの、はい、僕のお友達の床屋さんが作った同じボディで、まあ、完全にマルボロのマクラレンに仕上げた仕様ですね。うん、え、ボディは同じです。これ、ああ、SMJ の。ああ、そうなんですか。だいぶ印象が違って。そう、だから、あの、三浦君も抱えと言ってもいいのかな、床屋さんね。なるほど。インターです。三浦さんなんか関係あるんですね。そう、うちのところで作ってなるほど。くれてるんで。これはね、ヘルメットも上手に塗ってあるんですよね、これ。難しいですよね、曲線だから。ナショナルの文字とかもね、すごいな。これね、まあ、本人曰く手抜きだって言ってましたけど、全然すごい。そうですよ。綺麗にできてる。まあ、この辺は最近あの、パソコンでね、ステッカー作りやすいんで、まあ、皆さんこうやってやってますよ、ね。それ昔はできなかったけど ね。なかなかシールを作るのも大変だった。みんな工夫して、やっぱ、カッティングマシーンで抜けないんですよね、このパワールバイ。小さいやつね。とか。だとやっぱりコピーとかになってくるんでね、うまいことやってる。だ黒だけだったらまだね、透明のやつで作りでだけど。そう。だからまあ、あとはあの、白い文字もなかなかプリンターでやりにくいんで。うんうん、間違いない。ここまでが三浦コーナーですね。ここが、ゲンチャップの持ってきたやつなんです。持ってきたやつなんですけど、まあ、これは、ボディは全の、MP44 タイプのやつが今出てるんで、それをまあマクラーレンカラーに塗って、シャーシは、基本的な F103、タミヤの F103 をベースに、僕がその、低く乗せたいっていうので、ラジコンだと、やっぱ高いんですよ、僕としても。やっぱ電池が入れるってことだって。電池の下がやっぱりあるんで、それに合わせてるんで、ちょっと実写と違う部分があって気になったんで、それをどうしても許せないから、ちょっと自分で改造して、削って、ここギリギリまでもう電池の薄いのを乗せて、ギリギリまで低くしてるんですよね、やっぱり。なるほど。下げて、それで、まあ、あの、ボディをとにかく下げたかった。はいはいはい。もうダンパーをもうロッドにしちゃって。なるほど。そうそうそう。ピッチングさせないんだ。走りじゃなくて。そう。あとは、あの、フロントサスアームが、やっぱ、こっちが、まあ、あの、いわゆる一般的な F1 のシャッターなんですけど、なんかちょっと実写と違うっていうのがあって、やっぱこういうタイプがあの実写の形状なんで、それに近いように自分で作り出したという。やばいよね。そうそう。これ青木さん手切りなんでしょ。で、あのリューターでいつものように。やばいよね。切っちゃう。これはあのよくあのサーボ買ったらついてくる上に、なんかサーボ本から捨てちゃうやつ。あれを使って、サーボ、なんていうんですか、これ、サーボセイバーの周りにやってるっていう、うん、そう。これが一番苦労したんですよ。すごいよね。実写ってやっぱ前なんですよね。だからそれをやるために、どうしてもスペースが。これ気に食わなくてね。そう。いいんですけど、やっぱりちょっとリアルにできないかなっていうので、じゃあ作っちゃったんですよ。すごいね。ちゃんと、なるし、ハンドルも切れるんですけどね。そう。いいなとにかく低くしたいから、モーターも38にして、それそう当たっちゃうから、うん、もう低くっていうので聞いてたりして。まあ、動かないといけないけど、とりあえずつくものをつけたんだ。で、自分たちがやってるとこもそうだったんだけど、ボディのここのカットも下げて、極力もうオッポサイドに、サイドポンツーもギリギリ、だからここもギリギリまで上げて、やっぱり低くするっていうのは、かっこいい。そうなんだね。まあ、昔の日本はやっぱバックバッテリーを横置きするって構造上、どうしてもサイドポンツが上がっちゃって、今はショートリポっていう便利なのがあるんで、電池が薄くなってね、本当に。こういうことができるなっていうので、まあ、特に MP44 はね、あのサイドポットとか全体に低いんで、だいぶ低いんですよね、これを比べると、やっぱりだいぶ低くなるんで、まあ、この辺はゴードン・マーレーの哲学ですね。この時代は見に行ってないでしょ、これ。見に行ってないですね。まあ、生まれたかどうかぐらいだと思うんですけどね。方法だと、
それこそ88年、8年だっけ、うん、じゃ1歳ぐらいですね、1歳2歳ぐらいなんでまだ行ってないですね。僕鈴鹿で F1 見てたんで、あ SG で走るの見ましたので、はい、高校生でしたけど、うん、自慢ですわ。あの頃はでもすごかったよね、F1 行くので、まあ、ちょっとね、大変だったっすよ、ね、15万人とか、それも道が良くなかったから、うん、鈴鹿インターから鈴鹿サーキットまでが大渋滞で、帰ってくるのに何時間かかったかっていうぐらい、これはすごかったっすね。みんなセナファンだもんね、うん、だからやっぱ当時、これ1992年なんですけど、うんうん、あのシェル、うん、シェルじゃないですか、うん、ガソリン、シェル、ね、だからあの普通にガソスターでシェル行った時に、うん、こういうステッカーとか記念に配ってたんですよ。マジ子供の時にこういうのもらった覚えがありますね、うん、え、これ残ってたの、これこれは ね、 あのスタピョンが、そう、あの麺たくみさん、うん、沼津のラーメン屋さん、うんうん、あの人 F1 ファンなんで、あ、そうなの、この前僕もらったんですけど、マジ、まあ、ちょっとあの僕あんまセナ好きじゃないんで、ちょっと青木さんにセナ好きな人に譲ろうかなと思って、それはグッときましたよね。なのであのメンタクミさん、ありがとうございました。ありがとうございます。タクミさんもマンセルファンなんですよ。 あ、そうなんだ。そう、あ、だからいらないからかもしれないバッチリですよ。まあ、でここのね、アルトセナ信者の方が見えたので、ちょっとあのいや、こういうのね、当時こういうのがいっぱいあって、あったっすね、ポスターとかちょっと配ってたんで、MP46 いいですよね。この時って、あのセナがベルガに譲った時のやつ、そうじゃないですか、これって。そうですね、92だから、そう、最後一旦チャンピオンが途中で確定したから、もう、あ、でも91年かな、92年っていうとマンセルがチャンピオン取った年なんで、あ、じゃあ1年ベルガーが勝った年、うん、それ91年1年か2年か、ちょっともうだいぶ記憶が怪しくなってた。大体89、90ぐらいがバチバチぶつかった、ね、そうね、うん、92年、うん、ちょっとあまり覚えてないなでも MP46 でセナがチャンピオン取った時の鈴鹿っていうとベルガが優勝ですですね、92年かな、であれ鈴鹿はベルガ強いんだよね。まあまあまあ、そうですね、開幕からしそうだもんね、ペダルレコードがしばらく破られなかったっていうぐらい早かった、だから34秒だっけ、セナ6秒、何秒だか今スーパーホメラで出ちゃった、まあまあまあ、うん、だ鈴鹿はあの1分30秒切るっておかしいけどね、今、うん、28秒だっけ、恐ろしい、めちゃくちゃ早い、いや僕もこの辺のオンボードとか散々見まくった口なので、うん、なんで 130R がさ、おかしいスピードで走ってるもんね、まあ、今なんか全開らしいね、もう全開、ただのなんか曲がれちゃうもんで外まで行かねえって話らしいんで、あそこね、走ったら死ぬほど怖いよ走ったことあるんですか、ある、その前で200何キロ出てて、 あれ上り坂なんですか、だから前が見えない感じだけど、でももっと見えないのは今のなんだっけか、新しい名前になったところ、昔のSG 登ってってダンロップのところ、はい、あそこのこのここなんて本当空しか見えない感じだから全く見えないのね、逆に言うと、すごいよね、僕もあの速い車で乗ったことがないので、ゴーカートで鈴鹿は一周したことがあるんだけど、あそこだからあの狭いところをあのスピードで走ってくるんだからすごいなと思うけど、そうです、いやー、まさに F1 ブーム真っ只中、うん、まあていうかそもそもね、アイルドセナがなくなってもう30年経っちゃったんで、この間今年信じられないね、あれはびっくりしたな、今年30周年だから、ほら、あの、セナカラーのみんなシャツ着せたりとか、はい、うん、ベッテルが。あ、バスリーなんでヘルメットが。あ、セナカラーだったね。ね、そういう意味では。知らないドライバーたちもセナをね、表現してた。高橋さん F1 とか知ってたんですか？いや、結構知ってる。今、さっきのベルガーが勝ったのとか、なんか譲ったとか、うん、なんか聞くと、なんかそんなことあったなっていうぐらいは。聞くことあるらしいよ。結構でもみんなもう本当スーパー大ブームだったから、うん、結構やっぱ1回ぐらい行ったことあるよねっていう、そのまあなんだかんだ今やってるラジコンやってる人もね、こういう、そうですね、この F1 世代のおじさんが多いので、それはみんな全員そうでしょ、全員そうです分かりますわな、だからタミグラが大変だったんだから、ジェイマグラーレンで、ああ、どれか分かんなくなっちゃうんだから、オンザトーンでスタートさせるから、そう、誰が誰がだね、そうよ、分かんなくなってんだから、なるほど、自分の漫画のセーラーどこが行っちゃうんだから、だから端っぽでグワーッと回ってるやつがいるんだから、本当にみんなヘルメット黄色いしね、そう、だその時代があったからこそね、あの青山で青山グランプリやってたわけだから、その時ってえ、こんなタイヤはあったんですかね、インテグレーテッドはね、その後なんですよ、F1 タイヤっていう、これ何なんですか、F1 のね、うん、
これがそうだ。これがそうなんです。ゴムタイヤ？ゴムなんですかこれ？一応ゴム。あのゴムの中にインナーにスポンジを、はい、フォームをインサートしてるというか。なんか本当だ、スポンジのようなゴムのような。もうあの F1 マニアの有村さんが作ったタイヤです。ああ、なるほど。スピード感すごい高いんですよ。で、何回もテストしてたけど。これその前にキャップドがあってからって感じだよね。そうだね、キャップド。どっちが新しいの？多分ね、ちょっと待って、これの時はね、年数を見るのは。あ、これキャップドもあるの？キャップドも。あ、本当だ。懐かしい。僕これが93年なんですよ。出たのが。で、キャップドは OP90 で。これが。開いてないわ。開いてるわ。触ってもいいんですか？これ青木さんの私物ですか？私物ですね。あ、こっちのキャップドの方がこれ91年だから。あ、だわね。じゃあ、あと。そう。で、キャップドは、はい、それこそ前他の話でもしたように、ミニ四駆のショック吸収タイヤをくっつけて走ってたので、それと同じ材料で作ったのがキャップドなんです。キャップドってこれもともと普通のスポンジにゴムをかぶせるってことですね。そう、うん、巻いて作るって言ったら、ね、それも知ってる。あ、知ってるっすか、うん、これは覚えてないな。で、これは青山用でできてたんだけど、それこそ青山はスポンジタイヤでものすごいグリップの低いってことだったから、で、その昔は F1、あの、81のタイヤの25度とか柔らかいのが使えるって言って、それを使って走ってたりとか、それこそ三和のいる大野くんとか、やっぱりそういう時代をやってきた時代の人だから。このインテグレーテッドってのはこれです。なんかスポンジのようなゴムのような変わった感じになるな。なんとも言えない。なので、まあ、インサート成形って言ったらいいのかな、この時に2つの、だからスポンジの上にゴムをして焼いてたというタイヤで。すげえ実写っぽい雰囲気。ね。で、結局、この頃っていうのはまだスポンジタイヤを貼って削るっていうのが、あったから、それをやめたいっていうところから、ね、こういうタイヤができないかっていう発想から作っていった時代で、ツーリングカーが出始める頃に並行してやってた時代だったから、だからツーリングが流行ってきちゃったから、どちらかというと、こういうものがシュリンクしてきちゃった時代にはあるんだけど、でもなかなかやっぱね、走ると難しくて、難しそうだね。だから実際走りで言うとスポンジの方が良かったりとか、キャップドの方が良かったから、だから未だにやっぱりスポンジタイヤでやるっていうのが、まあ重量軽いからやっぱスポンジしか無理でしょうね。でもあとそのまあツーリングカーもスーパースリックタイヤが出てきた時で、いわゆる目圧をかけないと食わない時代、ノーソレックスを使ってた時には点をかけなきゃいけない、ラリーカーみたいなタイヤじゃないと食わないっていう時代だったから、こういうものでは絶対的にグリップしない、抑えないんですよ、はいはいはい、だから4度ぶりじゃないかぎり、ティーバーで行ったら絶対に食わないから、そういうのもあって、まあ、F1 って特にダウンフォースがあんまボディ的にはないから、うん、厳しかんで肉で、そうだからフロントがかからないから、ね、でこのサスだから曲がってこないんですよ。なるほど。だそこにそのタイヤの難しさっていうものは非常に続いてた時代であって、だからスポンジがなかなかから抜け出せないで、まあワイドのスポンジですよね、うん、ナローなんていうのはだいぶ後になってたからね。そうだね、104ぐらい、4でしょ。だからもう、そう、有村さんが辞めて復活してからだからね。ああそっかそっか、たのが、うん、まあそういう意味ではやっぱこの辺の103系息が長いというか、めちゃくちゃ長い。結局104になってナローすぎてダメでワイドが出たわけだから、また結局、うん、これは、これなんですか？これはまだ。今夜の F103 なんですよ、うんうん。で、見てもらうと分かるんですけど、うん、ちょっと一回り、こっちの方がちっちゃい。そうだね。小さい。パッと見小さい。そう。でもこれは、うん、別に加工はそんなにしてないんで、うん、サイズは同じなんです。その当時っていうか、うん、発売されてたやつ、うん。言ったら古いのはこっちなんです。うん、だからこれがタミヤの F、MP46。そうです、そうです。だから、現行のサイズっていうとこれになるんです。うん、で、当時その F1 モデルを出した最初っていうのはこっちなんで、トレッドも狭いんですよね。こうやると分かるんですけど、こんなに狭いんですよ。ああ、本当だ。すごい狭い。フィールベースもちょっと短いか一緒ぐらいかで、ちょっと一回りちっちゃいですよね。このシャーシはもともとがロードウィザード系から派生したシャーシなので、どちらかというと、F1 用として考えたときの F101 専用シャーシとして考えたのが、有村さんが作った643で出したのかな。F189?189、そう、189。だから、あのが F1 ブームでちょうど作り直した時なんですよね。で、ボールデフがついて。だからこれギアデフだし、
で、これはロードリザードベースで作ってた時代だったので、ね、シャーシが T バーと一体なんですね。これスリットが入ってるけど、うん、おー、はい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 。フロントバンパーもサスアームと一体成形っていうか、だから割れちゃうと全部交換する。そうだね、ありますね、フル交換だね。そう、それをだからここで分割式にしたって、ね、なるほどなるほどなるほど、へえと思いましたけどね。まあだから F1 ブームの時に F1 の新シャーシを作ろうって言って作ったのが101だったんですね、うん、なるほどなるほど。だから MP46 は102だったから、うん、ちょっとアップデートバージョンになってたんです、うん、シャーシとしては。まあ、だからこれがタミヤの F あの6 MP46 で、うん、これが三浦君のところの、うん、はい、MP6 風のボディよくできてる、うん、はい、なかなか今これが売ってないからね、うん、もう、あ、そうだね、一般なんで、まあ雰囲気的には、うん、あの全然 MP46 っぽく見えるんじゃないでしょうか、うん、しかも蓋開けたらあれだもんね、そうこれですからね、なかなか心くすぐりますよね、うん、でもこれ源ちゃんのすげえ細かく作ってあるんだよね、いろいろな細かく見ると、ボーテックスジェネレーターっていうんですかね、うん、フロントの、まあ本当だ、ここの下ね、こういうところを作り込みして、マジで作ったり、そうそう、すごい、そうそう、ディフューザーをつけたりとか、よなよな画面の流れをすっげー研究しながら、でも昔実際プラ板を、うん、C カーのシャーシの下に全部貼って、うん、タイヤだけ出して、うん、出したらやっぱり安定するんですよ。でもね、RC カールでやった時はそれだと食わなかったの、はい、やつでも中の空気が抜けなくて、トラクションかかんなかった。あの100キロチャレンジをやった時から、速すぎると何か起きちゃうのかな、そうそう、ね、抜けないっていうところで、なかなかラジコンでグランドエフェクトはなかなか大変っちゃ大変だよね。だからあまり下のウィングつけない方が早かったもんね。ああ、そうなんですか。走ると実際はかっこいいんだけど。いろいろやってるんですね、やっぱりね。やったいっぱい。試したくなっていろいろ。まあでもまあディフューザーはつけたくなっちゃいますよね、うん、見た目的に。だからこの時はそれこそ青山で流行ったのがここにライターの石を埋め込んでたのに。ああ、火花出ますね。火花出るから。なるほど、埋め込んで FRP になんか埋め込んで、あの瞬間でくっつけて、はははライターの石短いの、はいはい、ある穴開けてここにちょうど外ピッキングするところにあったから、はい、それでバチ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 って火花が出るっていうのが流行ってた時代。僕はあの540モーターがちょっと下から出てる時に、うん、あのちょっとすると出てるのがすごくて、あ、なんだこれと思って、だからわざと後ろにビスとか、うん、あのチタンビスとかを、うん、あ、チタンはもうよく出番が出るからね、結構つけてきた形で、うん、なるほど、ね、みんな、みんなここにライターの衣装を埋めてた、青木さん、それもちろん一人でやったんでしょ、一人でやります。あの F1 とか大体火花出そうとするんですよ、そうそう、しかも一人でやるのね、それ、いや、いや、いや、そう、特にこの時代がめっちゃ火花出てます、階段に出してたから、それでみんなかっこいいからって、すごかったですね、そう、だからすぐなくなっちゃうから、うん、それでそんなバカやったら、でもみんなそういうことをして走ってた時代、うん、F1 って言ったら火花だったんですよ、ね、そうそう、そうか、でも青木さんこの87年なんて何歳ぐらい、いや多分生まれてないかかも、そういう話だよ、うん、ぐらいなんですけどね、まあこれは後から知ったんで、あ、後から知ったんですけどね、これは完全に僕ら世代のおっさん、あれだよね、あのマーセルがさ S 字でスピンして骨折して、そうなんだよ、そう取っちゃった時が、それがこれだよね、87年だから、ね、それ なんで知ってんのそれを、それいろいろなんかこう、ね、情報調べてるうちに、調べてるうちにあ、こんなあったのかって、そうそうそう、こういう動画とかもあの見ちゃうと欲しくなってまた買っちゃう、調べて、はい、そう、そうですね、ちょうど SD 上がってってそのままバターンって、うん、ね、予選で、ね、予選で、うん、それ多分覚えてるな、うん、覚えてる、僕は完全にマンセルファンだったのでこの辺りから、なるほど、一回家のね近所のホンダプリモにこれが来て、うん、チーズオフに、うん、それでいろいろ中見せてもらったりとかしてだいぶ人生が変わってしまいました、ね、なるほど、それ見なければね、まあまあ、今こんなところで50型耐えて撮影なんかせずにね生きてれるのにね、いや、こういう昔話ができるんだから最高の人生だと思いますよ。で、僕のそのまあ F1 好きになったきっかけもこのキャノンなんですけどね。おーさんがキャノンを務めてたのがあって、まあ、そういうところから F1 が始まってる感じですね。まあ、こう僕らは一回ブームがあったね、うん、F1 ブームが、ね、通り抜けてるからね。あ、これだからあれだね、このプレートつけてないんだね、これ調整式のプレートつけてじゃあここがこのフロントウィングで、そう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 、ウィングでつくんですけど、実際これ別部品で、そう穴が
ここ見たら分かるんですけど、当時ここからなんかプレートがついてて、なんか出し入れで、ね、ああ、ダウンフォース変えたんですよ。でもこれ改造したんだね、ちょっと。そうこれ2枚重ねになってるんですけど、まあ言ったらこういうウィングを上から貼ってるんですよ、ね。この、なんていうんですかね、その抜け、うん、こういうのをやりたかったから、なるほど。入れてね。そう。はいはいはい。その当時はなかった。だからちょっとここ分厚くなっちゃった。なるほどなるほど。あ、それでか。だからもう模型だよね。そうなんです。模型として作ってるから。うん、だからこの、なんて、翼端板、うん、とかも作り直して。うん、まあ模型だけど動かないといけないから、やっぱり3発目に持ったけど、ね、すげえ見てたじゃん。見て、そう。ああいうなんで作りましたよね。うん、細かいところは見ながら。いやいいな、タミヤさんこの辺再販してくんねえかな。ほら最近バッテリーも本当にめちゃめちゃちっちゃいやついくらでもあるし、うん、モーターもブラスレスの3発再生とかね、うん、あるからもっと模型としての自由度はだいぶ上がってるよね。だから本当はサトラだっけ、まあの3でしょ、あ、はい、あの辺の後ろ回りを使ってきたらもっと全然、うん、でフロントもダブル指紋にしてくれば、うん、もっとグリップスレーファンが、うん、あそうだからこの前ホビーショーでジャッキーさん来てたからさ、うん、あの、さくらの2022だけ、うん、あれどうなってるか聞くの忘れて、うん、なかなか止まってるっぽいんでね。キャドまではできてて、一応動く車まではできてたんだけど、早く出してくんねえかなと思ってるんですけど。うん、早くしたければモーターで早くなっちゃうから、うん、あの、ドリフトのギアボックスじゃない、ドリフト今縦も、あの辺を使ってくることができれば。そうね、電池ちっちゃいから、それこそ縦置きモーターの、うんそうだ なるね。だからタミヤ のモーターライズのプラモデルをそのまま大きくしてもらうのが早いのかなって気がするけど、ね、僕もこれを縦置きでできないかなって考えたんですけど、うん、ちょっと自分の技術ではまだ無理だなっていうちょっと材料ではね、でもだからどうしても設計するときに電池がここにこう横になるっていうのが前提になっちゃったんですよね、この当時は。まあ今本当電池どうにでもなりますからね、小さくなっちゃったから。でモーターもこの頃は54っていうのは大きいものでやらなきゃいけないっていうのが当たり前だ。ほんと縦できるわ、うん、まあだからこの辺はあの走りとスケール感の両立って感じで。そうですよね。だからちゃんの年代で見るとだから若いからあれなんでね、 QQT に行かないんでね、うん、ああ。セナファンで来るならあ QQT これがチャンネルの QQT になってるはずなんでね。本当だったら そうか、そういう意味ではあるんですけどね。あるなんかでもそれはキットでブリスターパックにまだ入ってたら、はい、僕この前青木家に行ってきたので、うんうん、あのコレクション散々見てきたので、うんうん、あの押し入れの中にいっぱい未開封キットが積んでありました。まさにこれだよね。そうそうそう、いわゆるそれが QQT ですか、ね、そうですね、イメージ的に、うん、はい、これはちょっと僕の持ち込みでね、あの MZ フォーミュラっていう、うん、元教授の石川さんがやってるプロジェクトで、うんうん、ミニッツの MR03 に、うん、このボディをつけると可愛い F1 になるようなやつで、これがまさにあれじゃん、このキャップドタイル原型みたいなもの。あ、みたいな感じだね。こんな感じだった。でこくつけてるのね。そうだ。で、かぶせてる。もっとなの。あの、キャップドタイル小さいでしょ、ミニオンのタイル。だからもっとボコボコなの。あそれをもう、まあ、ちゃんと綺麗に。でも、ここは削れないから、こういう形でビバンダムみたいになってたけど。それでも食ったんですか？食った。圧倒的に食った。だから、初期九州タイヤはみんな何十袋も買って、それで作って。やばいやばいやばい。ミニオンでも入ってたけど。やばいやばい。やばい世界だわ。そうで、これがね、87年準拠のボディを作ってもらったので、これを塗ると、まあ、これ同じ型なんだけど、まあ、色だけで、そうだね。ビアムスにもなるし、そうだね、まあ、ロータスにもなるって感じで。いやー、今これが 3D プリンターで作れるんですごい時代になりました。こっちはダミー？これがそう、ダミーシャーシにダミータイヤを使って仕様なんですけど、なるほど、なるほど。まあ、これは動くんですね。そちらがミニッツとして動くので、さっき。俺、これでもいいやと思っちゃう。逆に言うと。そう。雰囲気が。まあ、だから、走らなくても飾り物として可愛いので、ちょっとダミーシャーシも作ってよって言ってお願いしたんですけど、うんうん。それはいいね。ミニカーだよね、いわゆる、ね。これはいいんですよ。で、まあ、こっちでちゃんとサーキットも走れますね。なるほど、なるほど。なるほど。もうマンセルファンからしてね、最高じゃん、これ。最高、最高。これが昨日上がってきたもんで。なるほど。あ、出たばっかり。で、自慢しようと思ったら、青木さんがこれ持ってきた。なるほど、なるほど。バッチリだね。めっちゃタイミングすごいね。そうそう。いやー、マンセルファンとしては大変さまらんのね、これ。というわけで、これも今、3D プリンター製で、なんか、通販で売ってるので、まあ、そう、気になる人はちょっと、MZ フォーミュラってやつなんで。はい、まあ、これがあの光造形の 3D プリンターの 3D プリンターでこんなのができちゃうよっていう、すごいね、時代でね、ミラーまで一体でここまでできちゃうんだから、これあのなんですか、柔らかいんですよね、レジン製で、そうそうそう、すごい、それがすごい、
レジンでここまでできちゃうんだから、すごいよね。いやまあ、というわけで僕はちょっとこっちね、今 F1 一応加味してるので、うん、はい、こういう楽しい小さいラジコもありますよということで、でそこから今度は何、この、はい、でかいやつですね、でかいやつ、でかいやついきます、いきますか。お、エンジンの音聞いてる。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。